さあやってきました西山フィッシングクラブ防波堤編ということで、今日はですね一人防波堤にやってきました。ただいまの気温なんと40度、紛れもない猛暑日でございます。まああいにくのね強風と猛暑なんですけども、お魚が釣れるかどうかというのをねやっていきたいと思います。今日はでですね、天秤とキス針をつけてキスをね狙っていくのと、こちらのねサビキで魚を狙っていきたいと思います。今日この風なんでちょっとルアーはね、やめときます。餌のみで今日はねお魚を狙っていきたいと思います。はい、でねこの暑さなんで水分補給のためにクーラーに満タンにね入れてきました。でん、これお魚入れるあれですね、お水2リットルの大きいやつと凍ったレモンウォーター、あとね、まあ、塩分とビタミン補給でウィダーのね塩分プラスエネルギーレモンということでね、まあ、熱中症には塩分と水分をねこまめに補給して、でちょっとでもねなんか調子悪いなと思ったら日陰で休憩しましょう。適度な休息も必要です。はい、でキスは青磯目を使っていきます。虫の中でも僕これだけ触れるんですよ。大きいな、大きいのくれたな店員さん。でちょっと大きいんで、キスはねあの口が小さいんで、あまり大きいとね食いが当たりはするけど針まで届かないんで半分ぐらいに切っちゃいます。これでも大きいぐらいですけど、まあいいでしょう。こうね口から針に、で通してあげて、でちょっと針を出すと、こう通してでちょっと針を出すと、これで OK ですね。これで投げます。これで置いておきます。サビキは今日はねチューブタイプのを買ってきました。まあ本当はねブロックのオキアミを溶かすやつが一番いいんですけど、まあ、今日はこれでよく釣れる、すぐ使える、手が汚れないということでね、これをこのサビキのカゴの中にビヤーと入れて、よっと、魚がいればもう当たりがあるんですけど、見た感じお魚がいないので、前回ここ来た時はね ものすごいサバが無限にいたけど一匹もいませんね。これで熱中症対策でもう一つ帽子、これ絶対してくださいね。直射日光で頭に日光が当たるのが一番ね熱中症になりやすいって聞いたんで、まあ普通の人は多分ね頭の色多分黒なんで、僕はね横んちきですけど、もう黒だと日光をね思いっきり吸収するんで、サビキ釣れません。なのでもう一方の方もキス釣り、餌釣りにねします。うわ見て、みるみる温度が上がって43度ですね。やだな。じゃあちょっと最初に投げたやつ上げてみましょう。ちょっとね事件発生です。ハンドルが取れてました、いつの間にか。なんと人手ですね。人手が釣れました。ちゃんと食ってる。ほらよう釣れるなこいつ。表はこんな感じ、青い海底にいっぱいいるんだろうなこいつ。なんか当たってます。なんか当たりました。なんか釣れました。お、これは、おーすごい釣れた。メゴチ、大きめのメゴチよ。これ唐揚げとか天ぷらにするとめちゃめちゃうまい。よりはサイズダウンだけど、キープサイズのメゴチですね。すごい、なんか結構引いてる。あ、あ、引いてた。はい、またメゴチが釣れたよ。3匹目、大き
きいな今日メゴチ釣れるやつがね。俺どれもこれもこれもキープですね。なんか釣れてる予感ですよ。お、やったー、またまたメゴチ、これもキープサイズですね。15センチぐらいかな。約4時間やってメゴチが今のところ4匹、まあこの状況下では上々だと思います。ただいまの気温が33度ぐらい、急にね涼しくなりました。風も強くなって、で太陽もねだいぶ傾いてきたんで、もうほとんど暑くないですね。暑いっちゃ暑いですけど、これをあげてもう今日は帰ろうかと思います。風が強すぎてあんまり当たり分かんなかったけど、最後の一投でまたまたメゴチが釣れましたね。それじゃあ帰宅。はい、帰ってきましたということで、はい、では今日の釣果がこちら、メゴチが5匹ですね。これを、まあ、全部天ぷらにしたいと思います。でこれとね、もう一つこちら前釣ったアオリイカの半分ですね、これを、一緒に天ぷらにしていきたいと思います。じゃあまずはメゴチを下ろしていきます。メゴチの捌くときに注意しないといけないのが、ドイツにもいるんですけど、これね、こう顔の横についてるこのトゲ、これね返しがついてるんで、一回刺さるとなかなか抜けないので注意してください。めちゃめちゃ痛いですこれ。ほんでじゃあ捌いていきます。この背中のね背びれからゾリゾリとジョリジョリジョリとで、このね、まあ、頭の付け根ら辺で一回落とします。皮を1枚残す感じで残して、一回ひっくり返してこうここ押さえて顔を引っ張ればピローンと、はい、こうやって綺麗にね皮と、顔とこの身と取れます。めちゃめちゃ綺麗に取れますん で、 であとはねこの内臓だけピュピュッと取っちゃって、でもう一回入れますよ。背びれをこうやって取ってって、徐々にいって頭の付け根ら辺で一回落として、皮一枚残す感じ残したらひっくり返して身を包丁で押さえて頭を引っ張る。簡単にこれで分けれます。ペーパー引くと下ろしやすいですわ。おお、やっぱ生きてるわ。俺トゲが逆立ってる、まだちょっと生きてるんですよこいつ。で、おお。よいし。これで出た内臓をペーパーのことね、こうやってピッと取っちゃえばまな板もそんなに汚れずに済みますね。はい、でね、ここまでやったら松葉おろしっていうやり方でいきます。まずここでね1本入れて骨と身をね分けます。こうなりますね。そしたらはい、これで松葉おろしっていうやり方、松の葉に見えるのかな。でね、これお好みで、これね骨を残す人と残さない人がいるんですけど、まあ、今日は落としちゃいましょう。これでもう全部食べれますんで、まあコチとかホウボウおろす時と一緒な感じでね、で尻尾を残す感じで、これで一通りできましたと。はい、じゃあねメゴチの下処理が終わったら粉を作っていきます。天ぷら粉ね。まず卵でお水、混ぜます。
小麦粉、ね、薄力粉を入れていきます。で粉は混ぜすぎないように注意らしいです。ホットケーキみたいな匂いする。まあ、こんなもんでしょう。はい、じゃあ揚げていきます。はい、いきます。おお。ええ風に揚がっておる。適当に作った粉だけどええ風に揚がっておる。はい、これでね、アオリイカとメゴチの天ぷらの完成でございます。でちょっとね、塩をね、メゴチの方をね、いただきたいと思います。カラッと揚がってね、いただきます。うん、うまい。ということで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回、高評価、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバイ。